舌骨とは、獅子動物において、祖先の魚類の最急構造に由来する骨である。人の舌骨は、下顎と咽頭の間に存在する U 字型をした骨である。他の骨と関節がない人間の首の骨で、首の筋肉によって支持され、舌根を支持する。低鉄型をしており、茎と舌骨人体によって、側頭骨の茎状突起の先端に吊るされている。 大円船型をした体と、体の全面左右両側に付属した2個のオズヌ。オズヌと体の隣接部から後髪型に左右に、細長く伸びる2個の大角によって構成されている、英名であるハイオイドボーンは、現代ラテン語のハイオイズから名付けられた。ギリシャ文字の大文字、が U そのものを表し、また、イと、ハイも、U を意味する。英語ハイオイド。 フランス語ハイオイドを経て現代ラテン語ハイオイズから取られ、これはハイのような形をしたという意味となり、つまり大文字 U のような形をしたという意味を表す。舌骨全面体は中央にある四角形の部分である。前面は前髪型に突型であり、その上半分でわずかに下向きの突状を持つ顕著な車窓流線が交差する。そして多くの場合、 中央の垂直流線が体を左右に分割する。横線より上の垂直流線は大部分の標本で確認できるが、下ではごくわずかな標本でのみ明らかである。車窓流線の上部と下部の大部分の範囲にお互い舌骨筋が停止する。舌骨舌筋の騎士はお互い舌骨筋停止部の側部に刻み目をつける。車窓流線の下に 顎舌骨筋、胸骨舌骨筋、肩甲舌骨筋が停止する。後面は、硬化型に、滑らかな凹面で、甲状舌骨膜と大量の緩い蘇生、結合組織にて、喉頭蓋から分離されている。A ベルサは、舌骨と、甲状舌骨膜の間に入る。上縁は丸く、甲状舌骨膜といくらかの音蓋舌筋の腱膜の、繊維がつく。下縁は、 平均的に胸骨舌骨筋、その横の肩甲舌骨筋、場合によっては甲状舌骨筋の一部が停止する。また、レベーターグランジュールジリオイディが存在するときはここに付く。若い頃は、側面の大角との連結部は軟骨結合となっているが、中年以降では骨となっている。大角とは、体の両側から後ろに伸びる部分で、 縦に長い扁平で、後ろの方に行くに従い細くなっている。両端は、速方ハイオサイロイド人体につながる結節で終わっている。その上面はその両端の境界に似て、ザラザラしている。これは、筋肉が接続するためである。この筋肉のうち最大のものは、角の長さ方向全体にわたって伸びる、舌骨舌筋及び引頭収縮筋メディウスである。 顎に腹筋と茎と舌骨筋は体と角の接続部の近くの前側で小さく交差している。甲状舌骨膜が体の中央部に接続しており、体の両側の前側で甲状舌骨筋と交差している。オズヌは左右に1体ある小さな上向きの円錐型で体とオズノの間の連結部についている。 繊維組織により体に繋がっており、場合によっては、大角と明確な可動結合関節によって結合している。これは通常、一生を通じて存続するが、強直することもある。オズヌは、体の斜層流線の線上に位置し、形態的に連続しているように見える。角の頂点は茎と舌骨人体がつく。オズヌ舌筋は、底の内側から起こる。舌骨は、 体が二つと、大角、オずぬそれぞれ一つずつの合計六箇所から骨化する。大角の骨化は出生直前に始まり、体では、その直後に、オずぬは出生後一年から二年後に始まる。舌骨は、その位置のため、骨折を起こしにくい。異常死の場合、舌骨の骨折は考察の強い兆候である。ありがとうございます。